どうも皆さんこんにちは。今日はこちら33回翼天の妖艶にテリーウィンガー2体にアリスウルトラマン太郎でいきたいと思います。この回はね、僕が一番ハジャの塔で苦手な回ですね。でも37の次に苦手かな。37はね、ただ適性がいないだけで全然クリアできないですね。というわけでテリーウィンガースタート。ちょっと音がね、消えたね、一回で、最初はね、縦感音が悪いね、なんかテリーウィンガーでなぞっていく感じで、ちょっと音がこうね、なんだろう。で、アリス、スタート。で、アリスで、フューリーをかわしたい。いいね。で、ウルトラマン太郎で、突破ですね。ほんと、こんな感じでいいです。はい、この後。次、チリビングアサートですね。で、3バトル目はちょっと難しめになってます。プヨのね、あれが高いんだよ、HP が。なんで、こんな感じでね。でも、チリビングアだったら一発で全部倒します。あ、やばい。ミスった。ちょっとミスった。まあ、いいよ。はい、この感じで。で、次がマリシテンも出てきますね。じゃあさっき32回動画上げたんでね、よければまだクリアできてない方見てみてください。参考になると思います、少しは。で、こんな感じで横感でいいです、最初は。はい、で、太郎で3体からフォーミング受けてるとまずいので、毎回ね、2体は倒すようにしてください。目玉低くなった。うん、で、あとはこのね、カチカチを倒さないようにしましょう。カチカチを倒さなければ楽です、ここは。まあ5回の方が難しいと思います。で、気をつけながらこんな風に、で、下行きすぎると当たっちゃうので、こんな感じでちょうどぐらい目が、はい、こんな感じです。で、太郎あと5ターンぐらいで、で、これね、ボス倒してもみんな逃げていかないんで、まあ、そこは注意してください。で、太郎は結構スピードが速い、おすすめだね。もしリミッターの方がいれば連れていってください。こんな感じで突破かな。敵横床も当たっていきたいですね。はい、こんな感じで。で、次はですね、一度にできるだけ多くのプヨリンを倒して突破していきましょう。最初はね、適当でいいです。でアリスはできるだけあんま連れていかない方がいいかな。できれば一つで3体の貫通ダメージで固めた方がいいと思います。ここはね、もうできるだけ多くのプヨリンを倒していく。次は2、3体以上は倒していった方がいいです。で、ここを突破してしまえば多分負けないですね。ボスはね、非常に簡単です。で、ザコ削っていけば基本的にね、ちょっとずつマリシェの HP も減っていくので、こんな感じで。で、増えすぎるともうフォーミングがね、抑えられなくなります。こんな感じで。でね、ここでアリスのストラクションを使います。ボス戦はね、そんな必要としないんで。はい、ねえ、蜂の巣にしちゃってもいいかな。こんな感じでだいぶ削れましたね。で、ボス倒しても補正はね、繰り返してくるんで気をつけてください。
りあえず邪魔は倒しましょう。で、これで固まった時にね、チャンスです。なんで、あれ、こういう風に、倒していきましょう。ぴったり倒せます。32回よりはね、難しくないと思います、ここ、慣れれば。さあ、この感じで。で、ここはね、あえてひよこになって戻って、このね、回復をね、したい。はい、で、ボス戦。ボス戦は、マリシテンとプヨリンがね、HP 共有してるんで、楽勝ですね。ここは。この仕組みが分かっていれば簡単です。まず横みたいに動かすよ。こんな感じ。で、毎回 HP 回復していきます。ので、とりあえずね、この幅に削るのがポイント。なので、結構ね、楽勝です。ボスまで行けば。で、このまま。で、多分ね、ちょっと削ってると思います。薄く行きましょう。こうすればだんだんね、ということで。で、ウルトラマンタロウ。ウルトラマンタロウね、天草と同じ SS なんで、だいぶ強いです。でも、最終で使った方がいいかな。で、ここはね、正直ね、僕はあんま好きじゃない。で、1体はカチカチ倒しましょう。しょうがない。うん。ここはしょうがない。で、カードもね、残しておいてください。こうしておくことで、で、一回使います。それでちょっと。こうかな。こちらのショット。はい、こんな感じで。我の姿、捉えられるかな。で、どうしよう。今出てきたな、じゃあ、このまま行こうか。で、こんな感じで。で、最終面、ラベル8。タロウスタートだけど、タロウがちょっとひよこになっちゃったよね。まあいいでしょう。これわざと当たっていきましょうかね。うん、いいね、ほんとに。で、使います。いい感じにプヨリンも増えてきてるんでね。ウェザーアームショット。いや、強い。で、これで HP 回復されても、ね、できない。なんでないです。ただ、できる限り、プヨリンを倒すだけ。で、タロウの SS もあるので、すごいですね。で、やぞーっていう感じでね、こう。はい、じゃあタロウの SS 使っていきます。もう出るよね。ストライクショット。はぁ、あ、うわぁ、悩まれる。かっこいいね。うわ、強え。はい、ということで、今回は、ハゲタコ33回の攻略でした。この動画がね、よかったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、次回の34回の攻略でお会いしましょう。バイバイ。